株式会社鶴屋は長野県を中心に食品スーパーマーケットチェーン鶴屋を運営する企業である。本社圏営業本部は長野県小諸市 CGC グループに加盟している。創業が小諸であったことから長らく東新地方北新地方を中心に店舗を展開していたが2011年10月28日に今福島店、その後も松本、 諏訪地域と長野県のほぼ全域に出店した。2020年秋には初の県外店舗となる全京南ショッピングパークを出店した。同社の品揃え、品質面には特徴があり、県外からの見学も行われていた。また、プライベートブランドの開発を県内でいち早く行い、競合店にはない商品を多く揃えるなど、他店との差別化を図っている。 軽井沢店では別荘居住者をターゲットとしており、そこで培った高級感を武器に店舗数を少しずつ広げている。2019年9月現在、店舗数は34である。組織構成は会長、社長の下部に販売部、商品部、業務、店舗開発がある。販売部の下部に各店舗、本部があり、商品部の下部に各部門と協配センターがある。 業務は、ローム、総務などである。2021年現在、キャッシュレスの対応は、クレジットカードのみで QR コードや交通系、IC カードには一切対応していない。また、CGC グループの小鹿カードも、利用不可。鶴屋は、優れた味と鮮度の高いサービスの提供を通じて、お客様の健康で豊かな食生活の創造に、貢献します。は、 お客様のご満足を第一に、高品質、高鮮度の商品を提供し、お客様、取引先、従業員、そして会社の限りない夢を積極的かつ堅実に実現します。創業120周年を機に、企業理念に基づいて10年後に実現すべき姿を策定した。ありがとうございます。